田植えの作業をされたい方は汚れてもいい格好で、で見学だけの方はこちらのスペース椅子などに座って見学をしていただければと思います。この地域に、こういう文化があって、これをやっぱり後々までも続けて、残していきたい、そういう気持ちと、それで今の地域おこし協力隊の方々の努力でこういうことができたことを大変嬉しく思っております。ありがたいと思っています。これからもどうぞこの地域を忘れずにたびたびお越しくださることを願っております。ありがとうございました。今日はありがとうございます。どうぞどうぞ食べてください。いっぱい食べたんだけど。